皆さんこんにちは、井上さくらです。今からこの画像の一部が変化するよ。さあどこだどこだ、どこでしょう。見つかるかな。正解はここでした。電柱と電線がなくなってすっきり。こんな風に道路から電柱がなくなることを無電柱化と言います。無電柱化。防災、大規模な災害が起きたときに電柱の倒壊による道路の寸断を防ぎます。安全、快適、電柱をなくし歩道を広げることで歩行者の安全性、快適性を確保します。景観、観光、景観を阻害する電柱、電線をなくし美しい景観を取り戻します。皆さんいかがですか。いろんなメリットがある無電柱化、ぜひぜひ考えてみてくださいね。一緒に街の未来を変えていこう。無電